アルフォンソ・ゴメスレホン。アルフォンソ・ゴメスレホンは、アメリカ合衆国の映画及びテレビの監督である。フィーチャー映画の第二版監督として、キャリアをはじめ、テレビシリーズのエピソードやコマーシャルを監督するようになる。テレビシリーズでは、グリー、グリーやアメリカンホラーストーリーを監督している。コマーシャルでは、アメリカンエキスプレス、シボレー、ティーモバイルなどを監督した。 アメリカンフィルムインスティチュート学院で1995年のスクリーンライティングの生徒であった。映画、カジノ、バベル、ジュリージュリアなどで第2版監督を務めた。ライアン・マーフィー、ブラッド・ファルチャック、ダンテ・デロレート制作葬式のテレビシリーズ、クリー、クリーで初めてテレビシリーズにクレジットされた。第1シーズンでは第18話、自分らしくあるために を監督した第2シーズンでは、第3話、ホットチーズサンドに願いを。第10話、メリーグリークリスマス。第18話、ボーン、ディスウェイを監督した。第3シーズンでは、第3話、A マイナスは、落第点。第11話、マイケル争奪戦を監督した。第4シーズンでは、第2話、ブリトニー・スピアーズ2.0。第4話、涙の別れを監督した。 2011年10月に始まった、同じく、マーフィー、ファルチャック、ディロレート制作葬式のアメリカンホラーストーリーにも参加し、第1シーズン、呪いの館では、第2話、惨劇の再現、第11話、闇の出産を監督した。以下は、ゴメスレホンのフィルモグラフィである。ありがとうございます。